ヤブカラスティック、はい、今またロング先なんですけどもね、岩佐山があちらに見えます、はい、夜富士家のロケでこっち来てますけども、ね、うん、今日はもう3日目ですから、そうですね、今日に戻る、もう帰るだけです ね、はい、もういつもこの3日目のね、うん、3日目は何もないんで、はい、の午前中にこちらで YouTube 撮るっていうのは結構ね、うん、そうそうそう、でね、もうね、はい、慣れてきたよね。そうですね、随分ね、うん、最初はどうなることかと思ったんだけど、まあ正直そんなに広くない部屋なんですけど、そうなんですよ、もうね、このセッティングのやり方をね、うん、僕の部屋で撮ってるんですけど、もうだいぶ覚えました、うん、こういう感じで、もうなんかマネージャーもやったり、それから夜授業も出たり、うん、増田君はそれからこれのセッティングも全部やったり、うん、もうなんかすごいね、すごい、技術屋さんになっちゃったじゃない、なんかでもね、うん、やっぱりほら今の時代って、うん、一つのことだけできるんじゃなくて、二、うん、つも三つもできないといけない、そうなんだね、僕の仕事だけじゃなくて、うんうん、いろんなことをね、そうなんだ、もうこういう時代になっちゃうからね、ねえ、はい、いろんな人に手伝っていただくと、またそこでちょっとコストが発生してるとかね、うんうんうん、いろいろとありますからね、はい、できる限りコンパクトにいきたいと思いますが、もう最近話変わりますけど、うん、バイザーウェイ、はい、お茶のね、うん、取材をずいぶん受けるようになりました。そうなんだよね、サプライズしちゃってるんだけどね、で新聞が結構多いよね、うん、最初が、うん、ここ最近で言うと毎日新聞、うんうんうん、何ヶ月か前にあって、うんうんうん、でついこの間、うん、読売新聞、はい、ね、うん、でつい最近は日経リバイブ、そう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 、日経新聞系の、うん、の撮影でね、ここのところちょっと増えてるね、うん、はい、動画もね、この間もずいぶん撮りました、ね、うん、ここちょっと、はい、はい、はい、こんな感じなんですよね、はい、これがね、うん、なかなかのね、でも良かったですね、まあね、うん、なんかそうね、今年すごくそういう意味で、まあ今までね、ずっと昔からやってきたことが、はい、注目されるようになってね、2006年の9月から、うんうん、茶道演習で茶道を始めて、そう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 、初めて、ただいま2022年の11月ですから、うん、もう丸16年、17年目に突入です。なるほど、ね、まあでも最近はちょっとね、はい、コロナで、お稽古はできないんですけども、うん、来年あたりからまた、お稽古始めたいなという気持ちがすごく持ってるんです、ね、やっぱりどうしても何でしたっけ、うん、おこい茶の方は、うん、同じお椀で3人ぐらいの方が回し飲みっていうかね、もっと5人もありますけどもね、はいはい、それでやるので、うん、どうしてもそのスタイルだとね、うん、難しいですよね、そうそうそう、今のコロナ禍ではね、そうですね、ですから、はい、ちょっとお稽古もね、なかなか難しいという状況ではございますが、うんうん、でもだからそういうその演習流の師範になって、はい、でまあお茶を楽しみながら生きているわけなんですけども、うん、すごくこうそれがこうクローズアップっていうかね、ニュースペーパーでも、雑誌でもいろいろこう今年来ましてね、うん、それとあと、まあ仮面ライダー、はい、ブラックさん、うん、まあ、あれもなんかこう、うん、役者の方のあれもちょっと評価されたりしてまして、なんかこう、コツコツ、まあ私は器用じゃない人間だからコツコツやってきたことがね、はい、なんかリトルビッドフラワーが咲いてきたのかなと、ね、うん、なんか思ってますけどね、仕事的にはね、うん、あとは11月13日から、うん、ワウワウの良人の斧というドラマ、うん、そうそうそう、柴田恭兵さんと、うん、井浦新さんが主演なんですけど、そうそうそう、そちらにもちょっとね、うん、まあもうほんのちょっとですけどね、出てます、ね、
一応でもポスターとかにとあるルーを縛って入ってますよ、うんうん、はい、まあだからね、あれも撮影が、去年のディセンバーぐらいだったっけ、いや、ね、あれは違うんだ、そうです、だから今年だ、うん、今年のね、うん、フェブラリーとマーチと、うん、マーチだ、ちょうど仮面ライダーそうなんだ、だからね、もうね、かぶっちゃってたんだよね、ほんのちょっとだけですけど、ね、うん、まあだからブラックサーボラもフェブラリーはもう一月結構ねずっとですからね、びっしりと入ってる感じだったから、うん、その2月の終わりに1日撮って、うん、3月になってまた撮ってみて、そう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 、あの両親の王の、ぜひね、そのワウワウの方も、うん、またあのルー語を喋らないね、まあまあそう喋らない、渋い役どころなんで、そちらもぜひご覧になっていただきたいと思います ね、 そうですね、はい、はい、それじゃあまた、はい、See you!